皆様こんばんはあ皆様こんにちはですかね、えー、マネックス証券の松本でございます、えー、平素当社マネックス証券をご愛用いただきまして誠にありがとうございます、えー、ウェブ越しではなはた恐縮ですが厚く御礼を申し上げます、えー、さて今日のここだけトークは <laughs>、えー、収録版ということで、えー皆,様ま、皆様からあらかじめいただいている、えー、ご質問についてお答えしていきたいと思います えーっとですね、まずやっぱり円安とかあのご興味あられる方が、えー、多いようにも見受けますけれどもまずヤンマーみっちゃん様、えー、この円安はどこまで続きますか巨大な財政赤字や経常収支の赤字の継続化日米金利差と、えー、黒田日銀総裁の円高容認、まあ、円,円安ですかね円安容認、えー、発言などを考えると円高になる気がしませんと。 まあそうですね私も同感ですね、まあ、財政とかはあんまり為替には影響ないんじゃないのかなとは思うのですけれども経常、えーまあ、赤字とかですね、まあ、一番大きいのはやっぱりこう金利差ですねその貿易収支よりも、えー、資本収支の方が大きいのでそうすると日米金利差による資本移動による、えー、為替市場への影響というのが一番大きいと。 で今はアメリカはインフレでどんどん金利が上がっていき日本はまあ黒田さんが金利を上げる気がないとで本来ですと実質金利で、えー、見るのでアメリカは名目金利は上がっていってもインフレが高いと実質金利は案外低いから必ずしもドルに向かってお金が飛ばないんじゃないかという考え方もあるのですけれども。 実際の世の世中を見るとです、ね、やっぱり名目金利目に見える金利に引き寄せられてお金が動くと,という部分がやはり強いように見えますので名目金利で日米の金利差かなり大きく差がついてきますから来てますから円安基調は止まらないのではないかなとじゃあどれだけじゃその金利が動く差があるとじゃあどれだけこう円安に行くかというと。 これ理論値はないんですね、えー、交換比率なのでまあズルズルいっちゃうことがあるとなので、えー、まだまだ円安に行く可能性はあるというふうに私は思っています、えー、太郎様、えー、松本さんつぶ,やきつぶやきを読んでの質問と、えー、円安を止めるために日銀は金利を上げるべきだと考えているのでしょうかまた日銀がインフレを放置していると、えー、行き通っておられましたが コアコア CPI がマイナスの現状でなぜそう断じられるのでしょうかそれでいて翌日にアメリカのインフレ的環境を、えー、羨んでるよおられるようでしたがどうつじつまが合うのでしょうかということなんですけれどもえー、っとですねあの、まあ、インフレ自体は、えー、経済にとって悪いことではないし、えー インフレ自体はこの人々の気持ちを焦らせる明日やらないで今日やろうっていう気持ちにさせるので、まあ、生産力も上がると思うんですよね。でデフレっていうのは明日のが今日より安い今日動かないで明日買おうってことになるので、まあ、怠,けに怠けちゃうっていう傾向があると思われるのでインフレの方が人々は頑張って働くいろんなことをまあ 明日に残さないで今日やっていこうということになるのでいいと思います。で、えー、で日本ではじゃまあじゃ今インフレが起きているのかまああのタロ様はコアコア CPI がマイナスの現状でというふうにおっしゃいます書いてますいらっしゃいますけれども例えば一昨日発表のですね、えー、月曜日発表の、えー、卸売物価指数あ業者間物価指数 PPI ですね。 はえーえー、前年比で10%上昇という、まあ、ちょっと日本のものとは思えないような数字になりましたでその業者間がそれだけ上がってきているのでまあ相番、えー、CPI 消費者物価指数も上がると思いますえー、1974年には日本でも1年間で CPI が23%上がりましたなので そういうインフレが起きようとしているにもかかわらず、えー、黒田さんが金利を、えー、上げまあ上げないということになるとですね、どうしても円安になっちゃうと思うんですよね。ただもちろん金利を上げると経済の、えー、あの腰を折るんじゃないかという懸念が、まあ実際には経済の腰じゃなくて財務省の金利負担が上がるのを。 嫌がってるんんだと思うんですね日本国全体でいうと内部留保が巨大にあってそんなにお金借りてませんからあの民間部分はお金を借りてるのは国なので金利が上がると困るのは民間ではなくて国だと思うんですよねだからそういう,う財務省というか政府のことを、まあ、国全体の財政を、えー、心配してなかなか金利が上げられないという状況だと思うんですけど。 そうするとやっぱりですねその結果日本でもインフレが、まあ、やむを得ず起きてでそうするといろいろなことが変わると思うので、まあ、それは私はあの、まあ、長い目で見てこの国の構造を変えていくという観点ではあのいいのではないかとは思います。 鎌倉殿様ニュースで日本の実体経済が厳しいというものが多いですが景気は腰折れしたりしないでしょうか見解よということなんですけれどもうーん、まあ、今申し上げたように金利が上がってもですね日本国の民間セクターはほとんど借り入れがありませんからそんなに、えー、景気に対してマイナスじゃないと思いますね。 で一方でインフレという、えー、中でいろいろなものの値上げをができるのでそうすると、えー、企業も儲かるし税金も増えるのでプラスの方が多いと思いますで唯一の問題がやはり給与の問題インフレが起きる時に給料も上がっていかないと苦しいじゃないかとその給料をどうやって上げるかというのが最大の問題だと思いますねだから 日本の実体経済はそんなに、えー、難しい状況に私はあるとは思っていませんし金利も上げられると思ってますし、えー、だから唯一給与を上げるということを国全体でやっていく必要があるでそれをやらないと景気に対する、えー、まあ,あの赤信号黄色信号赤信号も出かねないというふうに思います。えー、ナルプア様今後の消費者物価指数についてということなんですけど 見解をということなんですが今,は今まで申してきたように消消費費者者物物価価指数消費者物価は上がると思います皆、えっとねまあ、さんもご存知のようにエネルギー、えー、食料小麦とかですねあとは肥料の値段が上がっています。肥料とエネルギーが上がると日本国内で生産される農産物も肥料とエネルギー、まあ、ビニールハウスとか温めたりしますからやっぱりコストが上がるんですね。 ま、そういった形でえー、えー、っとですね。色々なものの値段が上がってくるとくると思います。不動産、日本の不動産安いんですね。ただでさえ安いのに今の円安でもっと安く見えるので今後ですね。あの不動産価格も上がると思います。日本え、東京の中心部で今作られている超大型のビルのペントハウスとかですね。もう信じられないような値段で。 あの売られていますでそういうのがあと外国の人がですね、まあ、あのコロナがだんだん収まってきていますので、えー、国境が開くとそうするとこうずっと来たくて来たくてしょうがなかった外国の人いっぱいいますから3年ぶりってことでわっとこう入ってくると。で入ってくる人たちはでし,、えー、しかも円安だからなおさらヤッホーと言ってくると。 でこれツーリスト入ってきてもいっぱいいろんなインバウンドで買いますね。でこれもあの、えー、物価を上げる要因になると。でツーリストだけじゃなくてこれだけ、えー、安くて安全で子どもも1、えー、人で友達の家に夜でも行ける国でこれはネットフリックスでその,あの初めてのお使いがあの編集されて、えー 世界でで放映されてすすごい人気になったんですこの間でそういうのもあったり戦争がない戦争が近くない国ということで転勤者も東京とかにいっぱい来ると思います外国からで。そうするとそれでまた不動産価格を上げレストランの値段が上がりそれに教育外国の市場を教える教育機関もできてまあそいろいろなその人たちを相手にするビジネスも できてでまあ値段が上がるというのもあったりするのでやはりですね円安が大きなドライバーになりますけれども消費者物価は上がっていくと私は思います。J.M. 様あすいませんタク様ですね J.T. やオリックスなど株主優待廃止の流れが続いていますがどう思いますか。今後優待銘柄を購入する場合は配信による株価下落リスクをどのように考えて購入すればよいのでしょうか。 まあなかなか難しい問題ですが <laughs> ま,あまあ世界中で株主優待ってまあ基本日本だけだと思うんですけれどもえやっぱ株主公平の原則に基づいて基幹投資家も個人投資家も同じように扱おうという方向に考える時え等を考えるとやはり株主優待は減っていくんだと思うんですね。もちろんその えー、日本の個人がお客様で日本の,その個人の方に株主の方にサービスを使ってほしい食べに来てほしいとかそういうことで株主優待を続けられる会社さんも多いと思いますけれども、まあ、全体の流れとしてはだんだん減っていくだろうというふうに、えー、思うので本当に株主優待目当てであれば買っていいと思うんですけれども株主優待で株価が あの安定するだろうとかそういった思惑で買うということに関してはだんだん、えー、慎重になりな,なった方がいい流れなのかもしれません。J.M. 様、ソフトバンクユニクロ日本電産などカリスマ経営者の後継者育成がうまくいってないように思います。やはり難しいのでしょうか。松本さんの大ファンなのでありがとうございます。 この先何十年も経営を続けていただきたいですが上場企業のリスク管理として後継者に関して考えておられますかマネックスにはティム・クックがいますでしょうかということなんですけれどもあの、まあ、マネックス証券はすでに生命が社長をしておりますしマネックスグループもこ,とこの4月1日から私が CEO 生命が好 CEO ということで、まあ、しっかりと。 そのほか、まあ、にも経営チームがありますけれども例えば生命がそのようにしっかりとした責任を、えー、担っておりますので後継者の、えー、育成ということは、まあ、そういったプランニングはですねしっかりとさせていただいております。まあ、もちろんしっかり私ずっとやってまいりますけれどもあのいざという時のためにそういった対応も進んでおります。平和を望む様 米国のインフレがピークを迎え金利上昇も落ち着き株高に向かうと2件もありますが松本さんはどう考えますか日本の緩和政策はこのまま変わらないのでしょうかとすれば今後の日本株は上昇するかん難しいですけれども私はアメリカは金利も上がっていくし株価も上がっていくんじゃないかと思うんですねやっぱりこう本来不動産とか株ってインフレ資産ですよね。 インフレがある中で金利も上がり株価も上がっていくというのがまあ基本形ただし早く金利を上げすぎると株価に重しになるということだと思うんですね。で現状の企業の米国企業の利益収益力とか考えるとまあ少しぐらい金利が上がってもあのまあ要は基本は 株価って企業が生む将来利益のキャッシュフローを金利で割り引いた現在価値が株価なわけですけれどもえ金利は上がるけれどもえその将来キャッシュフローも増えていると利益が増えているという状況なのでえまあ,あとはでもそ,そういう読みとの関係でそれよりも早く金利が上がるそれほど金利が上がらないかでまた株価が 下がったら上がったりするわけですけれども、基本は金利も上がりながら株価も上がるというふうに思います。日本の場合は、えー、金利を上げられない。まあ日本はあの日本の企業もどん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 強い利益を叩き出していて、商社もですね、もうそろそろ各社各社ですよ、えー、大きい商社各社が利益1兆円いくんじゃないかっていう水準まで来ていて。 かなりです、ね、その利益力収益力もついてきてますから日本も金利が、えー、上げられるといいなというふうに思います。金利上げられれば預金の利息も増えてそうすると消費も増えるとかいい循環に入るはずなのであのずっと緩和政策じゃなくてですねちゃんと金利が上げられると本当はいいのではないかというふうには思います。でそういった中で株価が 日本株も上がっていくのが一番健康だと思います。ケンケン様外国株のインデックスファンドを投資するなら MSCI オールカントリー SP500 松本会長は何を選びますかということなんですけれどもうーん外国株のインデックスファンドまあどちらでもいいんじゃないでしょうかね。その MSCI オールカントリー、えー、もう、まあ、極めて幅が広くていいし SP500 そうは言ってもやっぱりアメリカが、えー、中心ですから SP500 でもいいと思いますあるいはですねイン株のインデックスファンドじゃありませんけれども、えー、例えばあのマネックスアセットマネジメントが提供しているコンパスですねマネック証券のお客様に提供しているラップ投資 ラップ講座ですけれども、これはあのグローバルなバランスファンドみたいな形になるわけです。けれども、こちらあのえ下方リスク価格が下落する方のリスクのヘッジも。まあいろいろヘッジというか対応もいろいろしていて、まああの動きが激しい時ではとてもいいと思うんですね。で、そういうものを積み立て型でコツコツと貯めて買っていくというのがまあ。 いい運用ではないかと思うので、まあ、そういったものも考えていただけるといいかなと思います。安様、ハイイールド債の ETF の価格が下落し利回りが5%くらいになってます。買い時ですか。まあ、金利が上がってるから、えー、債券ファンドですね、ETF。 価格が下がるわけけでですけれども、まあ、ここで金利が上が上り止まってですね、えー、下がり始めればハイイールド債の ETF もリバウンドすると思うんですけれども、まあ、もしかするとまださもうちょっと金利が上がっていきでそうするとやはり、えー、グレードの低いハイイールドから、えー、やられていく例えば ものによっては、まあ、の倒産すするとかですねそういったこともあろうかと思うので、えーまあ、これはあの相場感次第ですでリスクを取ろうということであれば今ハイイールドの ETF っていうのは面白いかもしれませんけれども、まあ、若干ですねちょっとまだあのもう少しリスクをあの見極められてもいいのじゃないのかなとタイミング的には個人的には思います。稲穂様 暗号資産テラが大暴落し他のコインも急落しましまた以前松本さんはビットコインを買ってずっと持ち続けたらよいのではと言っていましたが今も変わりませんか私はリップロ資産の1%ほど持っていますが長期的な見通しを聞かせていただけないでしょうかってことなんですけれどもまああのマイナーなコインっていうのはやはり危ないとはもうリスクは高いと思うんですね。ただ ビットコインインーサリウム、えーまあ、リップルもそうですけれども、まあ、特にビットコインとかイーサリウムとかですねそういったメジャーなブロックチェーンは、まあ、今は相場で売られたりしていますけれども、えー、ビットコインとかイーサリウムなどに対する、えー、需要そういうブロックチェーンに対する需要はずっと、まあ、これからもあると思いますのでそう考えると、えー、今は 現象としては、えー、価格は下がってますけれどもまだこれから長く、えー、技術基盤を提供するブロックチェーンだと思うので、えー、メジャーなもの、えー、特にビットコインイーサリウム、まあ、リップルっていうのはなかなか微妙ではあるんですメジャーではあるけれども、まあ、アメリカではまあ売買ができないとかですねまああのなかなか アメリカではなかなかリプルってこう SEC ににまれたりしているのでいろいろなイシューがありますけれどもまあビットコインイーサリームを中心としたメジャーなコインはえ今一旦ちょっと売られましたけれどもあのまだまだ可能性があり長く考えればあの投資妙味が現時点ではあるだろうというふうに私は思っています。様将来的に各国政府で デジタル通貨が導入された場合暗号資産は駆逐されることにならないですかそういうことはないですよとないと思いますね、えー。各国政府のデジタル通貨っていうのは、まあ、つお金円とかですねデジタル円とかでも円はあるけれども株もある日本でもですね同じように決済のための通貨はあのー、できても、えー 同時にこう暗号資産といういろいろなブロックチェーンコインは存在するだからこのえっ、ー、とオ,オアの関係じゃないんですねこう暗号資産じゃなくブロックチェーントークンじゃなくて、えー、政府デジタル通貨ではなく、えー、ブロックチェーントークンを売買できるのが今はビットコインとかあるいはフィアットドルとか円なわけですけれどもこういうブロックチェーントークンを売買できる決済通貨として 暗号えっと、中央銀行デジタル通貨が出てくるというこ両方あるでデジタル通貨が政府デジタル通貨が出てくると、まあ、自然にです、ね、こういうデジタルネイティブですのであのデジタル資産暗号資産のおそらく売買もしやすくなり流動性が上がると価格も上がると思うので駆逐ではなくてデジタル通貨が出てくると暗号資産は逆にあの 元気になると思いますただし例えば、えーまあ、特,特定のコインに何か変な考えあるわけじゃないですけれどもリップルとかは決済用の、えー、デジタル通貨のようなものなので、えー、中央銀行各国政府デジタル通貨が出てくると、えー、ニーズが下がる可能性があるとは思います。 えー、JM 様10億,10億円を捨てた男の仕事術を読んで以来の松本さんの大ファンありがとうございます18年間マネックスユーザーでマフも、えー、マネックスアクティブスファンドですねサービス開始時に変えました本当にありがとうございます40代男性です2004年のマネックスビンズホールディングが上場した時くらい株主になりました当時からマネックスはとても順調に成長していると思うのですが 現在の株価は当時の3分の1です同時期に日経平均は約2.5倍 SP は500は約4倍になっています上場時の期待は高すぎたと思われますか。上場来高値を意識することはありますでしょうか当時は知識不足でマネックスが大好きで一度にたくさん買ってしまい,しま,いましたいくら良い会社の株でも投資タイミングの分散は重要だと後に実感しました 今の株価でいうともともと実はですねマネックス証券2000年に上場した時には今の単位数でいうと450円ででで上場したんです、ね、ですから今の,今の株価と一緒でそれが2004年でしたっけマネックス・ビーンズ・ホールディングという形日光、まあ、ビーンズを吸収合併して持ち株会社マネックス・ビーンズ・ホールディングスを作ってそこが上場会社に変わったんですけど。 その時に、えー、一旦ですねあの株価はバーッと上がって確か今の単位でいうと1920円とかなんかそのくらいまで上がりでそこから下がったんですね。で一番下がったところで80円90円ぐらいまで下がりで、えー、えっとまた今の、まあ、500円近辺まで戻ってきたというような感じ。 になります一度1,000円1年ほど前には1,000円を超えたしでまた下がってということなんですけれども今申し上げたようにだから今までの株価の経緯はよく覚えています。えー、ですから上場時は本当は450円なんですねでそれがまあ今までの経緯でそういうふうになっているんですけれどもあのー、歴史的な最高値であるその2,000円弱ということはしっかりと覚えていますし、えー、そこまで。 しっかり持っていけばすべての株主の方が儲かるということにもなりますし、えー、もちろんそれを目指してあの行きたい経営をしてまいりたいというふうに考えております安様松本さんが日本の国家予算のうち100億円を5年間投資できるとしたらどの分野に投資しますかうん国家予算だったらやっぱり 子供、ね、たちにいい教育とかあるいは気づきを与えるようなそういったところにしっかり投資するのが一番リターンがいいと思います。ケンケン様日本株についてそろそろグロース株優勢に戻りますかうんまだアメリカのインフレとか金利の 読みとかがもうちょっとこう落ち着いてきてもうそろそろこの辺りで、えー、まあ短期金利はまだまだ上がると思うんですけれども長期金利はこの辺りでもいいんじゃないかとかそういったところに来ないとグロース株へのまあスイッチっていうのはまだちょっと早いかなと思います平和を望む様株は日米とも年初から下落していますがマンションの マンンション価格の値,が値上がりりは止まりません私は北海道の地方に住んでいて札幌でマンションを購入する計画でしたがここ数年の高騰で購入できなくなっています新幹線やオリンピックなどのイベントでまだ高騰すると思いますかそうです、ね、やっぱ円安が一番大きいじゃないですかね円安で外国の人から見るとただでさえ安いものがもっと安く見えて買いに来ちゃうとまあ札幌 まあ北海道の方だということですけれどもそうするとですねコロナが終わるで落ち,着いてもう落ち着いてきたのでボーダーが開くと国境が開くと、まあ、中国オーストラリアニュージーランドから北海道のスキー場にまた大勢押しかけてきてその人たちがその周辺に土地や別荘を買い消費も行うということが、えー 円安でやもう安いっていうので消費が行われると。ということが、えー、起きたりしてそうすると札幌あたりでもそれなりにさらに上がるかもしれませんし、あのーまあ、新幹線オリンピックとかよりもですね円安による外国税の、えー、での日本が、まあ、日本で不動産を投資いっぱいするという,かいうことがやっぱりあの不動産価格の 上昇に影響を与えるんじゃないのかなと思います三元やマッチ様マネックスグループの株価に対する評価が低い原因は何だと思いますかもっと評価されて良いと思います私もそう思いますえっと一つはですねやっぱりこう、えー、仮想通貨もありアメリカもありということで一つ、えー くさんあと比べられる企業さんが日本にないんですねそういうグローバルにオンライン証券事業をやっていてかつ、えー、仮想通貨事業もやっているという会社がないまあグローバえっと日本にないだけじゃなくてグローバルにもあんまりないですね。なので特に日本では全くないので、えーえー 比較がしがたくかつ日本の会社でそのようなことを海外でも証券会社を運営しているとかあるいは仮想通貨交換業者を運営しているという会社がないので分かりにくいかつこのデスパック上場というのが日本では聞いたことがないので分かりにくいとそういう分かりにくいことが重な,あの重なっているんだと思うんですね。 で、それによって、こう、わからない分だけ、まあ、ディスカウントされていると。ということだと思うんですけれども。ですから、そういったものがわかるようになると。ええー、ううディスカウントが、えー。減り。評価が低くなくなっていくと、評価が正当になっていくと。いうふうに思います。なので。トレードステーション、コインチェックって、これだけ価値あるんですよって前も言ってたんですけれども。あんまりそれが評価に結びつかないので,であれば、上場させてしまおうと。そしたら、数字がしっかり。 見えるのでということなので今そういうことに取り組んでおりますのでもう,もう少しお待ちいただければというふうに存じます秀太郎様アネックスグループについて株主還元お願いしていますが海外投資家の意見は違うそういう意見があるのは知っているというだけで実行されません私のような小口投資家は意見を言っても無駄ということですかまた株価が大きく下落していますが株主の資産を守る気はありますかということですけれども あのはい株価が下がっていることは大変私気にしておりまして、えー、何をすべきか何ができるのかということについてのさまざまな選択肢を今あの検討というか議論というか分析というかしておりますあの次ののス様もマネックスの株価対策をよろししくお願いします。ということですけれども。 あのいやあのしっかり私,、まあ、私自身あの大株主ですし、えー、とても気にしていますので何ができるか何をすべきか株価対策としてということは真剣に考えてまいりたいというふうに存じます。直子様口座開設者限定のの岡本さんの米国株セミナーを えー、講座開設者向けに早くオン,マオンディマンド公開してもらえませんか4月23日のライブセミナー聞き逃したら5月13日の一般公開まで長く待たねばなりませんでしたこれでは講座持っていても特典が享受できませんとすいませんこれはオンライン動画のアー,カーブアーカイブ化に時間がかかりすぎているということだと思いますのであの運用の見直しを含めて 早急に改善をさせたいと思いますので申し訳ございません。あの急いであの改善に取り組みます。取り組ませます。最後のご質問になりました。おちょこ様上場以来の株主です。ありがとうございます。松本社長を尊敬しています。いや尊敬されるようなものでもないんですけれども、超ご多忙の仕事の中で気持ちをリセットする術をお持ちでしたらご教示ください。 まあ私の場合はやっぱりこう、まあ、飲む食べるが多いですねあとあとですね一、まあ、つ実はあるんですね最近ちょっとやってみたことがあるんですけれどもあの全くなれないことをやってみると。 要はですねえっと走ってもジョギングしても仕事をしながらジョギングしたり泳いでも泳ぎながらいろんなこと考えちゃったりしますね。まあ、何をやっても、まあ、音楽聴いていても、まあ、ガーンと大きいかけるとそんなことなくなりますけれども、まあ、ちょっと考えることも可能。 まあ唯一何も考えられなくなるのはですねあ,のあまり知らないお稽古事みたいな例えばですねあのあの例えばお茶とかですねやるとですねもう何にももうまあ短いんですけど40分とかそんな時間なんですけれども他のこと考えられないんですあ次どうしたらいいんだろうみたいなそれはまあ一つの まあ、リセットというかにはなると思いますねですからまあられるかな、まあ、私昔からやってきたのはまあ私ヘッ,ヘッドホンとかイヤホンよりも部屋を閉めて大きい、まあ、スピーカーで大きい音を出す方が本当は好きなんですけれどもまあそれでですね、あのー、ピンク・フロイドとかですねもうガンガンに大きい音をかけると 気持ちいいですねとろけるような感じで、まあ、リセットになったりするんですねまあヘッドホンだったらこういうヘッドホンの方がいいですけど、まあ、そんなのもあるし、まあ、いろいろな方法があられるかなと、まあ、ただ一つはこう苦手なことをやってみるのがあのそれで頭いっぱいになっちゃうので、えー、リセットになるかもしれないとは思っていますはい さて、えー、では今日はちょっと若干短めでありましたけれどもすべてのご質問にお答えいたしましたあの、まあ、円安とかです、ね、資産運用に関するご質問もいただきお答えしました、えー、引き続きですね、えー、当社グループとしていろいろな形でご案内していきたいというふうに思いますまた、まあ、ネックスグループの株価についての、えー、ご指摘もいただきましたこちらもあの途中 お答えしたようにしっかりと株価対策等も考えてまいりたいと思いますあのこれからも引き続きですねいろいろな形でご質問ご意見ご批判ご要望何でもいただければというふうに存じます本日はありがとうございました